はい、ダマさんです。本日はアマゾンから子供のためにあるものを購入しました。早速開封したいと思います。久しぶりの開封動画になります。これになります。マスター将棋です。この絵に書いてありますように、将棋の高校が書かれてて、子供にもよくわかるというものですね。最近の将棋ブームで、子供も学校で将棋盤を使って先生たちと将棋をするらしいんですけれども、まだ動きがよくわからないということで、ねだられたものです。普通の将棋盤であれば、100円ショップに行っても買える安いものなんですけれども、これで、約2000円のものです。また、マスター将棋とは別なんですけど、クモンで出しているスタディ将棋っていうのも似たようなものがあるんですけれども、それは4000円近くします。あと、こういった方向が書かれているやつで、キャラクターものっていうのがありまして、ドラゴンボールのやつやドラえもんのやつがあるんですが、それらは、キャラクターが載ってるので、あまり使えないと思って、こちらを選びました。では早速、開封したいと思います。うまく開けられるのかな？これ、シールで留められてますね。子供のために購入したので、本来であれば、シールも子供に、開けさせるのが、親としてはいいのかもしれないんですけれども、ちょっと綺麗に剥いで、子供にはちょっと泣いてもらいますかね。こちらにも書いてあるんですけれども、後では、この方向を隠して、普通の将棋のようにして使うことができるそうです。Amazon プライムで購入したんですが、Amazon プライム以外でちょっと安い値段を出しているところがあったんですけれども、面倒なことになることを考えるとすると、Amazon プライムの方がいいでしょうね。はい。中身はこういうものでした。マスターチェス、マスター将棋。はい。これ、マスターチェスっていうバージョンもありまして、もしこれが良ければ、マスターチェスの方も購入したいかなと思ってます。多分、こちらは駒だと思います。はい。これはあれですね。なった時の、やつで、表の方が普通のものがありますね。これも綺麗に貼りますか。はい。3×5 の15マス将棋もできるようになってますね。中はこういった感じで、すべてに駒の置く場所が書かれてます。ただこの駒の置く場所に関しては、うちの子供も覚えてるみたいなので、あまり、この駒の置く場所は関係なさそうですね。はい。まあ、こちらの15マス将棋っていうのは結構いいかもしれないですね。はい。あとは、先ほど、外から見ましたシールですね。シールと、あと、将棋の遊び方ですね。将棋盤に関してはちょっと紙なので、正しい将棋盤というか、何ですかね。板の将棋盤を
まあ慣れてきたら買うっていう手もありますね。ちょっと、やばいやばい、シールがくっついちゃう。よいしょ。やばい。はい。こちらはしまっておきましょう。では、この、コマの方を確認していきたいと思います。コマも多分おそらく安物だとは思うんですけれども、子供用でなければ、正しいものを買いたかったんですけれども、なかなか、プラスチックで面白い形してますね。はい。ほぼすべてのコマが同じ大きさなんですかね。これで、負と王将の大きさがほぼ一緒のコマですね。これが王将。これが負ですね。はい。見てもらうとわかるんですけど、負と王将が大きさが一緒です。あまり王将のありがたみがないですね。はい。今回は、マスター将棋という子供向けの将棋盤と駒のセットを購入した開封動画になります。ご視聴ありがとうございました。